政府の来年度予算案の編成作業が大詰めを迎え焦点の診療報酬の改定では全体で0.46%引き下げることが決まりました来年度予算案をめぐる麻生財務大臣と各大臣との閣僚折衝が昨日から始まりました。河野防衛大臣ととのの折衝では、次期戦闘機の開発に向けた費用として、 111億円が認められました焦点の診療報酬については医師の人件費に回る本体は医師の働き方改革に充てる費用を含めて0.55%のプラスで医薬品などの薬価は1.01%のマイナスで決着しました診療報酬の改定は2年に一度ですが今回は全体で 0.46%のマイナスとなります一方、初めての折衝となった小泉環境大臣はあえて要求を取り下げる項目を用意し福島県の再生可能エネルギー推進を後押しする予算などが追加で認められましたこちらから廃止で結構だとだけどその分こっちの予算は欲しいとそういった形で環境省から 廃止を要望したのは史上初のことだと思います政府は来年度予算案を過去最大の102兆円台後半とする方向で調整を進めています